はい、今日はですね、僕の原料食をご紹介ということで、1日のですね、最後に食べている原料食と、あと、最近僕が気に入って取り入れてるオートミールのアレンジをですね、ご紹介したいと思います。ということで、食材はね、こんな感じです。オートミール 40g と、これはね、野菜です。あと、こちらが一応夜のタンパク源なんですけども、本当はね、鮭を1回で 150g 弱食べるんですけど、今日は一切れしかなかったので、一応、それだと寂しいので、足りない部分を鶏肉で追加してみました。ということで、これをね、今から一気に調理していきたいと思います。じゃあ、まず、フライパンと、ね、鍋に火をつけて、で、こっちで、鮭とチキン、あとこちらでね、野菜を茹でていきたいと思います。ということで、まずね、フライパンに油を敷いていきます。どっちから先に肉とかそういう系の方か野菜とかそういう系をどっちを先に焼くの？ね、こっちに沸騰しないと入れれないからね。だからまず鮭とチキンでフライパンにオリーブオイルを敷いたら、これね前からご紹介してるやり方なんですけども、ティッシュでジャーッとねこういう風に。やけどとかしないのそれ？触ったらやけどしちゃうよ。だから指に触れないように、ね、先の方です全体になじませます。そしたらここに鮭と胸肉を投入してで何分だろうね。どうだろう、3、4分で片面でひっくり返して、もう3、4分ってことかな。じゃあ次はオートミール、ここに、水をねこのぐらい入れたら電子レンジで、じゃあこれで600ワットでね、2分。スタート。じゃあ、今のうちね、野菜をちょっと、切ります。で、今この、温めてる鍋で茹でるのは、ブロッコリーだけなんですね。で、このピーマンとオクラはですね、ちょっと、切ります。何切りがいいの？これはね、思いっきり細く切る。短冊切り？なんだろう、薄切りっていうのかな。いくよ。ほんとこんな感じ。できるだけ薄く。チンジャオロースみたいな。もっと。こっち飲みたい。次男がお茶を飲みに来ました。ちょっと待っててね。野菜切ったらお茶渡してあげるから。でこれをピーマン1個分。なんかわかめみたい。違う野菜みたいでしょ、ね、ピーマンに見えない。種ごと食べて大丈夫なの？そう、種もね芯もヘタも全部食べちゃう。それピーマン？そうだよ。よしできた。であとオクラはこれも薄切り。でもねピーマンほど薄くしなくてもいいかなって感じなので、5ミリ間隔ぐらいかな。これぐらいの太さの厚さなら、ね、でオクラもね上の方まで全部食べちゃう。何を作るの？晩ご飯だよ。ってやってるうちに鮭に火が通ったと思うので、これをねひっくり返す。じゃあオートミールがピーっていってるけど、その前にこっちもうちょっとか。じゃあオートミール先オートミール出すとほら2分でねもうかなり熱くなるのね。でここにピーマン半分するの忘れた。はい、これを全部入れちゃう。ピーマン半分にするんだ。そのちょっと長いからね短くする。全部入れちゃう後でね。中華料理屋のトッピングかな。ではい、沸騰したからここにブロッコリー。これは茹でるのは何分ぐらい？これはね、2分。入れたら火を止める。火を止めてタイマーで2分。そしたらこれね、さっき入れた野菜をかき混ぜちゃう。そうするとオートミールこれすっごい熱いから熱でね、だんだんと野菜にね火が通ってくるのね。そのためにね細かくしてんの。細かくすると火が通りやすい。そうそう。ほんとね、だんだんと余熱でしなーっとしてくるのね。なんていうの、カッチカチがしなーっと。そう。だからこれでちょっとしなっとするまで待つ。で、そうしてる間にだんだんとこっちにね火が通ってくるから、多分鮭はねもういいと思うんだ。だから一回止めて、そしたらねキッチンペーパーを用意します。でここに敷くで、それは何のために？ちょっと危ないよ、ちょっと下がって危ないよ。何のためにするの、その敷くのは？これをね乗っける。そのままニンニクみたいで、ちょっと蓋をする。熱が逃げないようにしてる。こうやってやるとね、油がほら染みてくるでしょ。これで余分な油をちょっとこう吸わせるっていう感じで、これでちょっと放置、してる間になったからこれをね皿に上げて、よし。じゃあ、あとこっちがねまだ味付けてないから、オートミールの方に塩だけ。今日はね塩だけに。ほら、もうちょっと。これ適当なんだけど。特に量は決まってない。まあだいたい経験で。自分のお好みに。そう。まあちょっと濃いめが好きだからね。であとはスプーンでかき混ぜて、ちょこっと味見。バッチリ。そしたらこのね油を吸った鮭と、ほら結構吸うでしょこれ。鶏肉を出して。結構すごいね。まあその分ねカロリーが。低くなるから。で、ここに塩コショウ。これ適当。これもお好み。今の時期結構汗かくからね、ちょこっと濃いめにする。となんかいいことが分かる。塩分のね補給になるから、汗かくと塩が出てっちゃうから、それを補給するためにちょっと濃いめの味付けをする。いう感じで、はい、これで完成です。はい、じゃあ早速作った料理を食べたいと思います。で、こんな感じでね、入れた野菜とかもちょっと、時間が経つとこうしなっとなってきて、ちょうど食べ頃になるんですね。これはオートミールの量がとにかく 40g ってね少ないもんですから、少しでもなんかこうお腹のね足しにしたいと思って、たまたま編み出したこうアレンジなんですけども、これは本当お好みでどの野菜を入れてもいいと思います。キャベツだったり玉ねぎだったりとかね、薄切りにして入れればこんな感じでしなーっとしますので、僕はこう2日ぐらいでオクラを入れてみたんですけど、オクラを入れるとねこうちょっと粘り気も出たりして、その分ちょっと食べ応えがあって結構気に入ってます。ピーマンの苦味とかないの？苦味はね全然感じないよ。火取ってるからっていうのもあるし、あと今減量中だからね味覚もちょっと変わってるから、だからピーマンはちょっと甘く感じる。それよりもオートミールはすごい甘く感じるから、すごいね美味しい。はい、という感じで、これがね一応僕の、減量食の1食分っていう感じで、今はですねこれを6食食べてます。ただ炭水化物はこれと同じぐらいの量ですね、4回食べるということで、その6回の中の、4回はですね炭水化物を食べる、食事で、その残りの2回はタンパク質と野菜だけっていう感じの一日の食事になってます。はい。ということで、今日ですね、簡単ではありますけども、僕の減量食の、これは一日のね、最後のメニューということで、あと、オートミールの、簡単なアレンジをご紹介させていただきました。今日も最後までご覧いただきありがとうございました。ありがとうございました。